ここに入れよう。いい感じ。これは他のここに入れよう。仕上げスタート。これはどれにしよう。これでいいよ。おおお、でけえ声、耳がキンキンいってやがる。アングリフさんが驚かすからでしょ。もう、なんでそんなことするんですか。すまんすまん、集中してたみたいだからついな。ところでそいつが調合ってやつか。ちょうどいい、ちょっと見せてくれよ。ついでにそれとなく説明してもらえると助かるな。はい、いいですよ。興味を持ってもらえて嬉しいですし。ほほん、まずは材料を選んで釜に入れます。入れ方には大事な点があって。大事な点？そいつは順番じゃねえか。材料を入れる順番。おお、すごいですね。当たりです。で、次に触媒を入れるんですけど、これは触媒っていうぐらいだから材料の力を引き出すもんか。ええ、またまた当たりです。アングリフさん、どうして。ん？まあ、関東少しばかりの知識かな。長年旅をしてりゃ知った知識もつくさ。ただまあ、所詮は聞きかじりの知識だからな。だからお前が実践してるところを見たかったんだ。ほら、フィリス、早く続きを見せてくれ。次はどうすんだ。あ、はい、次はですね、アングリフさんって結構物知りなんだね。ちょっと意外だったかも。ぼんやりだけど何かでき。さて、どれを作ろう。どれがいいかな。これでいい。触媒はなんて。よし、始めよう。これはここかな。これはここかな。ここに入れよう。よし、いい調子。ここに入れよう。こんな感じで仕上げスタート。うんうん、いい出来だ。どの特性を残す。これでいいよ。どれがいいかな。どれがいいかな。こんな感じかな。これを作るの上手くなってきたな。
よし、始めよう。よし、いい調子。ここに入れよう。ここに入れよう。こんな感じでどうだろう。材料をこんな感じ。それじゃあ、ぐるぐる。いいで、どの特性を残そうかな。これでいいかな。よし、できた。材料はどれに。ずいぶん溜まってきやがった。アングリフさん、何を数えてるんですか？金だ、金。ほら、見てみろよ。わ、こんなにたくさん。お金を貯めて何か買うんですか？買うってより夢を叶えるんだな。俺にはでっけえ夢があるんだ。夢って。おっと、そいつを教えるには特別料金が必要だぜ。まあ、目標額まで貯まったら教えてやるよ。それもただでな。それまでは我慢してるこった。この運がすごいよね。さ、どこに行くのかしら。あ、焚き火メッケ。いいものちょっとびっくりしていこうかな。錬金術でもよく使うんだよね。いっと、ダメだよ。私、お腹が空いても食べちゃダメ。人働きと行くか。すっごい効くよ。
ますか？相手してやるぜ。みんなで突撃。はい。余裕だったね。金銀財宝ザクザク。
ではなさそうです。さあ受けなさい。片付けてやるよ。道具で攻撃。食らいなさーい。余裕だったね。これでもっと遠くに行ける。ここの部分ってどう思う？そうだな、私はこうじゃないかなって。止めて相手してやるぜ。道具で攻撃。これが錬金術。逃がしはしません。いつもこれくらい楽ならいいのですが。あ、ひらめいた。お宝、おいでませ。
強敵です。お気をつけて。耐えられますか？すっごい効くよ。俺様が片付けてやるよ。ちょっと！せーの、当たって！嘘？痛かったらごめんね。行きます。ここは一気にみんなで突撃。私を助けて。これ受けてみて。うん、バッチリ勝てたね。これでまた仕事がはかどるってもんよ。朝ね、フィリスちゃんは今日もとっても可愛いわ。最初めっけ。ちょっとひとっ飛び。逃がしはしません。くらいなさい。俺様が片付けてやるよ。守ってやるよ。みんなで突撃。余裕だったね。よっと、金銀財宝ジャック、よいしょっと。
かな。どれがいいかな。これで触媒でよし、始めよう。ここに入れよう、ここに入れよう、ここに材料投入。これはここかな。材料こんな感じで取ったのじゃ。これグッズ、どの特性を残そうかな。これよし、出来上がり。どれがいいかな、どれがいいかな。これで触媒でよし。これはここかな。これはここかな。これはここに入れよう。材料投入。ここに入れよう。これ仕上げ。ここに入れよ。それじゃ、これグッズ。
かな。こんな感じ。よし、カレー作るの上手くなってきたな。カレー作るの上手くなってきたな。どれがいいかな。これでいいかな。食器さ、調合会材料投入。ここに入れよう。材料投入。ここに入れよう。これもここかな。ここに入れよう。仕上げスタート。うん、特性はどれにしよう。これでよし、出来。材料はどれにしよう。材料はどれにしよう。フィリス、聞いてくれ。すっげえ依頼を見つけてきたんだ。すっげえ？それってどんな依頼なんですか？へへ、なんでもとあるもんを持っていくだけでいいそうなんだが、それにしては報酬が随分良くてな、びっくりして胃がひっくり返るかと思ったぜ。なあフィリス、もしよければ俺と協力して一儲けしないか。俺がやっとの思いで拾ってきた依頼だが、お前が依頼の品を作ってくれれば報酬は半分やる。半分？アングリフさん、依頼の品って？おっと、そっから先はまだ教えらんねえ。一応依頼人と契約があるからな。詳しい話はお前が話に乗った後だ。へへ、どうだ、やってみるか。はい、やります。報酬ガッポガッポ。お前もだいぶ俗っぽくなってきたな。うんうん、いいことだいいことだ。それで依頼の品なんだが、純金製のプニの像だ。は？純金製のプニ？そんなもの何に使うんですか？さあ、俺にもさっぱりだが、依頼は依頼だしな。うん、まあそっか。わかりました、作ってみます。おう、頼んだぜ。俺とお前の報酬のためにな。あ、ひらめいた。へへ、新しいもの作ってみよう。何を作ろうかな。材料はどれにしよう。
よし、始めよう。これはここかな、これはここかな。材料投入。これはここかな。材料投入。材料投入。ここに入れよう。これはここ、ここに入れよう。うん、いいか、これでいい。仕上げスタート。よし、バッチリだね。これも作り慣れてきたかも。材料はどれ。おう、これでいいか。おお、こいつは見事なまでの純金のプニだな。色つやといい、輝きといい、これならきっと依頼人も喜んでくれるだろう。アングリフさん、やっぱり気になるんですけど、それって何に使うんでしょうか。そうだな、漬物石にちょうど良さそうな重さだよな。こんな金ピカの漬物石嫌ですけど。なら風呂に沈めて水をかさ増しするとか。髪が飛ばねえよう押さえとくのにも便利そうだな。はあ、そんなことのために純金を。さあな、金持ちの考えることなんてわからんさ。ただ一つ確実に言えるのは、どうせ大した用途じゃねえってことだ。つうわけだから、あんまり気にしないことだな。はい、わかりました。おお、この辺の地図、どこに向かうのですか。よし、どんどん進もう。お昼で、強そうな敵だね。気をつけて。られますか。引っかかったらごめんね。すっごい効くよ。切れやしねえよ。逃がしはしません。いつもこれくらい楽ならいいのですが。金銀財宝たっくたく。切れやしねえよ。くらいなさい。いつもこれくらい楽ならいいのですが。うん、この体でも強くなれた。前には進んでいけるのです。財宝着々。
雲だね。お日様見えないよ。これ面白いね。よっと。ひろいっと。動物由来の材料だね。詳しいことはリアネに聞こう。夜になっちゃったわね。フィリスちゃん、眠くない？めっちゃ。よいしょっと。強敵です。お気をつけて。食らいなさい。道具で攻撃。手が悪かったな。ちょっと疲れてきたような。けどまだ大丈夫。